はい、こんにちは。ケモナナビタカと申します。囲碁見しろ、今日。いやー、石も溜まったことでね、今回もやっていきましょう。大小黒エメラルドピックアップガチャ。ベルンド面白いってだけだ。以前のね、ガチャではピックアップの音響クソほど受けられなかったけど、まあ、コメントでもね、なんか、こう、20連、30連してからピックアップの恩恵でなんか、こう感じられますよね、みたいなコメントがありました。僕もそう思う、ぶっちゃけ。正直、10連1回だけじゃピックアップを感じられない。というわけで、もう10連することだってピックアップの恩恵を受けれる可能性がビレゾンと思った。いや、ビレゾンところじゃない。高確率あると思います。というわけでね、今回はそのね、ビルシレベルに存在するピックアップの可能性にかけて僕はベルンドいただきたいと思いますんで、10連ガチャ行っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、そう、ガチャもなんかあれかな、変わったんかな。息のいい冒険者が揃ってるぜ。見繕ってくるぜ。お前なんか、このオーラ出てきた時、大体うまくいかない気がするんだよな。もうわかんない。わかんない。ベルンドってよくかけたらそれ何タイプだったっけ、わかんねえや。まあ一歩ずつ進んでいこう。この一歩がね、アビタカにとった大きな一歩だ。うわー、タケシはいらねえ。カルトベ、お前ら人間じゃねえ。お前はいいんだ。あ、リュート。リュートかぶりはいいな。オッケーオッケー。リュートの記憶が欲しいと思ったんだよ。おっ、これパーティーじゃん。いや、今回もかぶりが多いね。ピックアップの恩恵は僕どうやら受けられないようです。残念です。はい、もう。くぅー。あー、こいつは知ってる。プージ。うん、前バグった。バグったから覚えてる。こいつは何？あー、今後、お前星さんなんだ、とりあえず。はい。で、あー、フーか。オッケーオッケー。フーはまあいいでしょ。獣キャラクターはね、なんぼ記憶持ってもいいですからね。で、ゆると、まあ、こいつさえピックアップの対象であったから、まあ一応恩恵は受けれたってことになるのかな。うわーね、トルケラはいらねえんだよ。ラス1。あー、これはなんか見たことある気がする。そう、お前だよ。そう、ダイン。騎士ダイン。あ、もう一人ぐらいいた？星4か。こいつ、あ、ニトロじゃん。やった。よし、ニトロ、やっぱりそうだった。ニトロはオッケー。こいつはね、かぶりかぶってもね、エッチなんでオッケーです。ニトロね、エロスチールは本当になんかまあ、なんだろう。ボリューム自体はすごい短いんだよ。エロスチールの中で。けどね、イラストがめちゃくちゃエッチだった。ケモナーにとってはかなりね、刺さるやつなので、1回ぐらい見てほしいなと思いました。さすが、このままじゃ終わりないんで、最後にチケット1回やって終わりにします。生きのいい冒険者が揃ってる。本当かってやめ。見つくろ、本当に見つくれるのかよめ。これでクソみたいなやつ出したよ。これ、リュートじゃね？羽が出てきたって、ワンチャンリュートか。なぁ、うわぁ、シールズだった。はい、というわけで、今回はね、大爆死のアビタカでした。はい、ベルンド。いや、もう今回ピックアップユルトは出てきたけど、ダメですね。ベルンド出てくる気配が一個いないですね。てか、こいつよく見たアーマーなのね。オッケー。あー、もう動画3分、3分もねえよ、今。ちょっとさ、前の、ね、第一章やった時にね、確認そびれた、あれだわ、ちょっとアップデートで追加したものちょっと見てみよう。あ、ここ、素質だ、素質。そう、これがね、なんかとうとう機能するようになったらしいんですよね。まあ、限定解除とかはまだ、限界突破とかまだ解放されねえんだなって、ほんと記憶が宝の持ち腐れになってるのはあれだけど、あとスキルもこれいつどうなるのか分かんないけどね。いや、そう、素質がね、出てくるようになったんですよ。敵の遠距離攻撃ユニット攻撃すると攻撃力が 120% でしょ。っていうのがあるから、またキャラクターのね、そういった素質をね、覚え直さなきゃなっていうのがあるんだよねって。例えば、アビタカだとどうなってるんでしょうね。すべて味方攻撃力プラス 5%、防御力 5% とか、なんかこういったのがいろいろとあるっぽいですね。っていうね、お話でした。まあ、こういった素質が加わったことによってね、またなんかやれることが広がったんじゃないかなって、むしろ今までよりも戦いやすくなった可能性があるんじゃないかなとは思いますけどね。通常攻撃時で隣接末にも攻撃力の 30% のダメージを与えるという、まあそんな感じですね。以上、アップデート確認できたことでした。あとはね、ホーム画面がエッチクできるようになったっていう、股間提督ズームみたいな遊びができるようになったっていう、それだけでした。というわけで、ご視聴ありがとうございました。まあね、今回大爆死しちゃいましたけど、また次の機会があれば、今度こそいい機会が出たらいいなと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。